人のために開発されたサンダルみたいなんですね。履き心地はいいんですけど、その分圧力がグッてかかった時とかにプチンって切れちゃうみたいです。柔らかいんやけども、なんかソールがしっかりしてるような感じがするなと思って、はい、本日はですね、リグとうとうウーホス超え日本人のために開発されたサンダルをご紹介していきたいなと思います。ということで、視聴者さんからですね、このリグっていうブランドのサンダル結構いいかもしれないですよって言っていただいたんですよ。以前ノースフェイスのサンダル出した時に、これちょっと不完全燃焼やったんですよ。やっぱりウーホスなんかなと思ってたけど、え、ちょっと待って、日本人のために作られたサンダル、これやったら絶対いいやんって、どういうところが日本人のために作られたんかっていうのもね、今から見ていきたいなと思うんですけども、まだ、履いておりません。だからサイズ感が全く分かってないんですけども、こういった形ですね。リカバリーサンダルやから結構ソールは分厚めで、クッション性としては、まあまあ柔らかいけど、そんなにふにゃふにゃっていうほどの柔らかさではないので、ちょっとどっちかって言ったら、ウーホスより少し固めかもしれないですね。こちらでもあるんですけどね、リカバリーフットウェアって書いてあって、リカバリーサンダルってまあご存知の方も多いと思うんですけど、リラックスできるサンダルっていうことで、最近注目されてるじゃないですか。やっぱり今僕がずっとこれ履き続けてるけど、ウーホス。これがもうとにかく抜群にいいから、これ部屋用に1個買ってくださいっていう話はスライドタイプはしてるんですけど、この鼻緒タイプも今買ってるんですよ。それはそれでね、また比較はしようと思ってるんですけど、僕はね、これをね、7920円で購入しました。で、ちょっと履いてみたいなと思うんですけど、サイズが僕普段28センチ履いてるんですね。今回こちら購入したのが XL っていうサイズで、27から28の方はこれ履いてくださいみたいな感じやったんやけども、おー、いいですね。ちょっと大きいかな。なるほど、めちゃくちゃ分かりやすい。そういうことか。すいません、皆さん意味分からんですよね。何なんかっていうと、これね、最初も言ったみたいに、日本人のために開発されたサンダルみたいなんですね。この日本人のために開発されたサンダルって、日本人って高高で幅がこう広いっていうのが日本人の特徴じゃないですか。僕どっちかって言ったら狭くて低いタイプなんですよ。だからあんま日本人っぽくない足してるんですけど、そういう僕からしたら結構余裕あるんですよね。こんな結構ブカブカなもんなんとか、しかも横とかも結構余裕あるでとかって思ったけど、もしかしたらこれ見てられてる方の中でね、いや今までサンダル履いてても横いつもきついから、俺26しかないのにわざわざでかい28のやつ買って横幅のために合わせてんねんっていう人っていけるじゃないですか。それ今ね、頭こうやってもう切れるぐらい頷いてる人分かるんですよ。僕のスタッフがそうなんですね。だから普段足のサイズ26しかないのに、靴スニーカー28で買ってるんですよ。でそれサイズ合ってるんって言ったら、いや横幅とあの高さがきついねんって言って、あ、そういう悩みあんのかって言ってたんですけど、そういう人には多分ぴったりでしょうね。だから今までバンズのスニーカーとか、ちょっと横きついねん、しかも高さもあれきついねんとかって言ってる人なんかは、今履いてるサイズでぴったりで履けると思うんで、26履いてみたらもう26で OK やし、無理してバンズは26から28に上げてたからこれも28かなとかせんでも、もう26のままパーンっていったら全然いけるんちゃうかなと思います。だから日本人のために開発されたって、確かにこれ日本人の平均的な足の形とか大きさを多分考えて作られてるんやろうなと思います。僕ちょっと平均とは合ってないので、僕にとってはだいぶ余裕があるんですけど、つい先日紹介したこのノースフェイスのサンダルは逆に狭すぎて足入らんかったんですね。こう低いタイプの僕ですらこれ足入らへんってなったりしたら、多分ほとんどの人これ足入らへんのちゃうかなと思うんですよ。その懸念があったから、今回サイズバランスサイズ上げようかなとかって思ったけど、よかった、上げんで全然違う。こっちがリグじゃないですか。でこっちがノースフェイスじゃないですか。でこう比べてみた時に分かります、この高さの違い、この高さがだいぶ違うでしょ。リグの方がだいぶこう上にも高い。で横幅見てもらっても、横幅はあんまり分からんかな。まあ高さが一番分かりやすいか、高さが全然違うっていうのが分かるかなと思います。なるほどなるほど、これは確かに履きやすいし脱ぎやすいし、それでいて靴ずれしにくいでしょうね。ずーっと当たってたら靴ずれしてくるけど、そういうのがあんまりないから結構楽に履けんねやろな。感じのクッション性なんですけど、ウーホスと比べたら、ウーホスって僕の中ですごい履き心地いいんですけど、ちょっと外で頼りない感じするんですよ。なんかそれ分かりません？外のちょっと砂利道とかになった瞬間にグッてこう足グリンっていかれるのあるじゃないですか。柔らかすぎてちょっと頼りないっていうとこあるので、逆に部屋とかでフローリングの上で歩くときってもう抜群にいいんですね。けどこの今回のリグはどっちかって言ったら外とかでも歩けそうなぐらい、別に履き心地が硬いっていうのは全くなくて、柔らかいんやけども、なんかソールがしっかりしてるような感じがするなと思って、今パテねサイト見たりしたら、ぐらつきを抑えるように一番アウトソールの部分にそういう構造をね入れてるみたいです。だからなんか安心感があるんですよ。なんか歩くっていうことをちゃんと考えられてるサンダルやなって思います。だから立っててすっごいいいかって言われたら、あんま分からないんですよ、はっきり言うてね。これ立っててめっちゃいいって言われたら普通って感じだけど、実際これ歩いてみるとサンダルやのに安心感あるわみたいな。手羽履いてる感じ、手羽ってこう足ガチガチに固めてくれるからめっちゃホールド感あるじゃないですか。やけど涼しいみたいな、あの感じにちょっと近いような形でしっかりホールド感があるなっていう感じなんですけど、ウーホスとかノースフェイスの方はちょっとやっぱ硬い印象ですかね。リカバリーサンダルにしてはちょっと硬い
痛いなっていう感じで、ウーホスは逆になんていうの、柔らかすぎてちょっと腰がないような気もするよぐらい、このリグってやつ相当すごいですね。確かにこれウーホス超えるかもしれないですね。めちゃくちゃなんか2019年からあるから、結構前からあるブランドなんですけど、僕全然知らんかったんで教えていただいてね、よかったなと思います。ただデメリットがあって、何がデメリットなんかっていうと、もう早速ね、僕が購入したところのレビューであったんですけど、鼻緒の部分あるじゃないですか、ここがね切れたらしいんですよ。2ヶ月ぐらい着用したらパチンって切れましたみたいな声があって、確かにここ靴ずれ専用に相当柔らかくできてるんですよ。ここが逆に硬いやつって痛いじゃないですか、親指のこの指のとこガッてはまった時にこう痛いんやけど、ここが柔らかいおかげで全然履き心地はいいんですけど、その分圧力がグッてかかった時とかにプチンって切れちゃうみたいです。じゃあこれウーホスでは怒らへんのかって言ったら、ウーホスでは僕昨年嫁とハワイ行ったんですけど、嫁も買って2ヶ月ぐらいでウーホスのこのサンダル履いとったらもうプチンって切れちゃったんですね。だからこのリカバリーサンダル系の鼻緒のタイプってどうしてもやっぱ履き心地を求めたら切れちゃうし、逆に硬くすればするほど靴ずれとか足が痛かったりとかするっていうところなんで、多分めちゃくちゃ難しいんですよね、ここの塩梅っていうのが。みんな多分頂上決戦まで行ってくるとここの劣化で勝負するんですよ。だから最終的にはここの劣化って、まあ仕方ないっちゃ仕方ないかもしれないし、言ったってこのサンダル履くのってシーズン限られてるじゃないですか。6月7月8月、まあ、9月ぐらい4ヶ月履きゃええぐらいな感じだし、まあ、もし仮に劣化したくないっていうのであれば、今現時点ではリカバリーサンダルではないけども、こういうレザーのサンダル、これやったらレインボーサンダルって、これも6年とかぐらい前から履いてますけど、ポロポロなってるけども全然切れないんですよ。で全然壊れないんですよ、なんでか知らんけど。でもそういうように作られてるんですけどね。あまりにもみんなサンダル壊れてビーチに置きっぱなしにするから、いやそれはあかんでっていうことで、壊れて捨てられないようなサンダル作ろうぜって言い出したのがダダダダダダレインボーサンダルってなってるんですけど、今回の趣旨はリカバリーやから、まあ、いかにこう楽にリラックスして履けるかってなった時に、そういうちょっとあの壊れやすいっていうところはまあ仕方ないっていうところ、トレードオフになってくるのかなって。履き心地が良くなればなるほど壊れやすさが出てくるし、逆に履き心地は悪いけども頑丈さはできるっていうところになってくるので、仕方ないかなと思います。おすすめの人はどういう人がおすすめかっていうと、今までリカバリーサンダル履いたことないっていう方はもちろんこれめちゃくちゃいいって思い張る方多いと思うし、あと今まで日本人っぽい足の形してて結構サイズ難しかったんと、特にサンダルに関しては何買っていいかわからんかったんっていう方なんかはこれめちゃくちゃありやなと思いますし、あとねソールがちょっと高い分身長が漏れます。高さで言うとどんなもんかな、4センチぐらいですね。4センチぐらいのこの高さがあるので、僕178センチなんですけど182ぐらいまで伸びてくるってことに考えたら、おそらく外スマップの香取慎吾くんぐらいの身長になってるはずなんですけど、ちょっと身長盛りたいよとかいう方はねいいんじゃないかなと思います。ウーホスで3センチぐらい、ウーホスも漏れるけどこっちの方が1センチぐらい高いんちゃうかな、まあ、そういう方々はねいいんじゃないかなと思います。まあもちろんプールで履く、海で履く、全然それもいけるんですけど、ただ切れるのだけ怖いですけどね。途中で切れてたら終わりやから、で海とかで切れちゃったら、あ終わったってなるから、途中でどっかで B さん買わなあかんけども、まあ街中でも一緒か、カフェとか行ってて彼女とデートしとってブチャンって途中で切れちゃったりしても、まあもうショッピングでどっかウーホス探して、ウーホスとかリグ探してリグ買いに行かなあかん。リグってそもそもリグって売ってんのどっかで、ちょっと見たことないんやけども、そういったサンダルになってるんじゃないかなと思います。僕個人的にはちょっと履かないかなと思います。っていうのもサイズ合ってないんですよ。で縦の長さはすごいいいんですね。27から28でぴったりやからちょうどいいんですけど、僕28センチやからね。ただこの足の甲が高すぎてちょっとブカブカなんですよ。歩いてたらちょっとこう不安定、ソールが悪いとかっていうことじゃなくて脱げるんですよね。なので多分ご自身でね、うわ幅をこれ狭いねんなとか、足の甲ちょっと低いねんなっていう方はもしかしたらこれじゃなくてウーホスの方がいいかもしれない。で足の甲高くてザ日本人みたいな足の形してんねんみたいな人なんかはもうまさに、だってこれ4年かけて作ったから、日本人のために作ってるってやつやから、ぜひぜひいいんじゃないかなと思います。まあ、サンダルもね、僕ね、ダナー買ったりとか、あとは、キーンのサンダル買ったりだとか、もちろんテバも買ったり、ウーホス買ったり、ホカオネオネ買ったり、なんかいろいろサンダル買ってきましたわ。で、今まで買ってきた中で、やっぱこれはよく履くけど、これ履かなくなるよねって、やっぱ履かへん理由ってこれだよねとかっていうのもやっぱあるんですよ。で、そのブランドが悪いとかじゃなくて、やっぱり人によって履き心地求めてる人からしたら、これは絶対ないなってなるけど、こういう用途の時はこれいいよねみたいなのがあったりするので、そういうのもね、サンダル比較っていうのも、また夏になる前にはやりたいなと思ってるんですけど、僕個人的にはこのサンダルは自分の足には合わへんけども、サンダルの中でもトップ3ぐらいに入るんちゃうかなと思います。もちろんウーホスとこれは入ってくると思うんで、あともう一個何かは分からんけども、トップ3ぐらいに入ってくるんじゃないかなっていうぐらい、いい意味で裏切られたっていうかね、あんま期待しなかったんですよ、はっきり言って。リグ知らんと思ったけども、履いてみたら、あ確かに、しかもグラグラした感じないしと思ったんで、興味ある方はね見ていただけたらなというふうに思います。ということです。すいません、あともう一個言うの忘れてました。あのね、この袋結構持ち運び良さそう。プールとか海とか行く時に、おいサンダルこれもう砂だらけなんてどないすんねん、これ車の中ぶち込むんかっていう時って困るじゃないですか。これね、買った時に袋ついてくるから、これにぶち込めるんですよ。
これ結構良さそうじゃないですか。わざわざこの袋を買うのちょっと嫌やけど、あ、これついてくるんやったらいいやんってなるじゃないですか。だからそれもね結構いいんかなと思います。はい、ということで、またもし仮になんかこういうの紹介してほしいとか、ああいうの紹介してほしいっていうのがありましたら、ぜひぜひねコメント欄とかでいただけましたら、買おうとかこれレビューしようとかって思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、リフのサンダルを紹介してみた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。